こんばんは。魅力解禁コンサルタントのとちあゆり子です。今日も美動美的チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは外見と内面の両方からアプローチすることによってなりたい自分、自分らしく生きるための秘訣をお伝えしております。今日の金運レッスンは、昨日に引き続き湖の七石の方との接し方をお伝えさせていただきます。今日もあなたにとって必要な部分を受け取っていただけたら幸いに思います。そしてあなたが七石金星の方でなくても、必ずと言っていいぐらいたくさんお友達だったり周りを見渡せば七石の方いると思うんですよね。ですからぜひ、あ、こんな風に言ってあげたら七石の方もしかしたら喜んでくれるかも、いい関係が築けるかもと思って聞いてみてください。それでは行ってみましょう。湖の七石の方は会話力があって明るい気質の人が多いんですけど、世間体を気にしすぎる一面もあります。明るいのですが、一泊や視力同様、一人になると結構落ち込みやすかったりもします。特に一泊と七石は水というところが大変共通点でもありますから、陰性に結構ね、外では頑張ってサービス精神旺盛でやっていらっしゃっても、家だとね反省力が高かったりするので、あそこが気になったな、あれはどうだっただろうって思ったりもしがちなのも七石の特徴だったりします。七石の方は先ほどお伝えしましたようにサービス精神も旺盛なので、あ、なんかシーンってなっちゃった、何か人を喜ばせなくてはいけないなと思って無理をして、いらぬことを口走ってしまったり、人をぬか喜びさせて結果人を騙してしまうっていうことも恋ではないのにあったりすることもあるんです。七石の方はね、人付き合いもとってもいいですから、社交的ですし、自分をちょっと抑えてでも押し殺してでも相手を喜ばせたいという気持ちとともにプレッシャーも感じていたりするんです。そして世間体も気にされます。ですからぜひ七石の方とね、会話対話している最中に相手がもしも感情的になってしまったり、取り留めもない雰囲気を読めないセリフを口走ったりとしたら、相手の気持ちを、七石の方の気持ちを理解してあげて温かくフォローしてあげてくださいね。七石の方は声や会話力を褒められるととっても嬉しいですから。七石金星とは調和を大切にして付き合ってください。七石の人はもともと考え方が柔和で、物事にこだわらず人の援助ができる素敵な人ですよ。それはまるで癒しを求めて湖に集まった動物たちを助けている様子に似てるんです。その湖の流れがとどまりがちにならないように、水は流れるものですからね、とどまりがちにならないように気をつけてあげてください。湖の七石の人は人間味にもあふれる人ですよ。ということで今日は七石金星の方の七石金星の方との接し方をお伝えさせていただきました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルをもし気に入っていただけましたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。そうそう、私八白土星というテーマでもね、もちろん以前にお伝えしてるんですけれども、八白の方っていうのは革命家だよ、伝統、ご先祖様、物より心を大切にする人生観よっていうふうにお伝えしたところというか、八白のその回数が非常にね、視聴回数が伸びてるんですよ。なので八白の方は私の周りにたくさんいらっしゃるんだなって思ってます。私自身は何人かは知ってますけど、こんなにいるのかなっていうぐらいだったりするので、意外と私は知らないけれども、つながってる人に八白が多いんじゃないかなっていうふうに思っています。最後はちょっと余談になっちゃいましたけれども、本当に今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。